スペーストラベルは1969年にケントンプソンが開発し初期のビデオゲームで太陽系の旅をシミュレーションできる。プレイヤーは二次元の太陽系を目的もなく宇宙船でさまよい、様々な惑星や衛星への着陸を試みることだけができる。プレイヤーは宇宙船を動かしたり回転させたり、画面の拡大率を調整することで全体の速度を調整したりできる。 宇宙船を引き寄せることができる天体は、付近で最も強い重力を持つ星一つだけである。このゲームは、ビデオゲーム市場が立ち上がる前に、ベール研究所が開発したもので、1969年に、マルティックスから GE635 用のゲコスに移植され、続けて、PDP-7 に移植された。トンプソンはゲームを PDP-7 に移植するついでに、 独自のオペレーティングシステムを開発し、後にこれがユニックスの原点となった。スペーストラベルはベル研究所の外に広まることなく、以降のゲームに影響を与えることもなく、ただユニックス開発の出発点として歴史に名を残している。スペーストラベルは宇宙飛行のシミュレーションゲームで二次元の平面を上から見下ろす視点になっており、 黒い背景に白い線でオブジェクトを描くモノクロのゲームである。プレイヤーはこの二次元空間内に作られた太陽系の中で宇宙船を制御する。このゲームは太陽系の惑星や衛星に着陸する以外に目的がない。惑星や衛星はサイズや個々の感覚で特徴づけられており、軌道はシンプルな円のみである。宇宙船の速度を十分に落として、 地表を表す線に交差させると星に着陸できる。プレイヤーは前進、後進、方向転換で宇宙船を制御できる。画面を拡大縮小することで宇宙船の速度を制御でき、拡大率に合わせて一定の加速度を保つ。画面を縮小しすぎると数秒で太陽系を脱出できるが、一度飛び出すと再び太陽系を見つけて戻るのは難しい。 画面を拡大すると宇宙船がゆっくり移動して着陸が可能になる。宇宙船は常に画面の中央にあり上を向いている。宇宙船を右や左に回転させると宇宙船ではなく太陽系の方が回転する。惑星や月には質量があり重力を持つがそれぞれの星がお互いに影響を及ぼすことはなく周辺で最も強い引力を持つ星だけが宇宙船に 影響を及ぼす。この設計は奇妙な挙動を生む。例えば火星の重力は衛星、ホボスの重力よりもはるかに強い。つまりホボスに着陸しようとする場合、ホボスの重力に支配されるようになるまでは宇宙船がホボスに向かっていくように操作し、支配が火星からホボスに切り替わったらその瞬間に宇宙船の向きを逆にして着陸する。画面には 現在宇宙船が引き寄せられている惑星や衛星の名前が表示される。プレイヤーはプログラムを変更することで設定を変更できる。重力を増やして難易度を上げたり、宇宙船が画面の中央に固定されないようにしたり、星ではなく宇宙船が回転するようにしたり、重力が作用している星を画面の元に固定して、宇宙船が相対的に動作するようにするなどの改造が、 当時ベルケンでスペーストラベルを遊んでいた人々の間で人気だった。ケン・トンプソンとデニス・リッチ・ DEC PDP-7 プログラマーのケン・トンプソンは1969年にベル研究所で OS のマルティックスを開発するプロジェクトに参加していた。トンプソンは仕事中に GE635 でスペーストラベルを開発していた。 ベール研究所がマルティックスの開発から撤退した時にはマルティックス用に記述されたスペーストラベルをフォートランに移植し終えており、すでに研究所にあった GE635 で動作するゲコスでこれを走らせることができた。トンプソンの他にベール研究所の仲間たちであるラビセティやデニス・リッチーらもこのマシンでこのゲームを遊んでいた。しかしこのコンピュータは 複数の端末が1台の中央コンピュータに接続するインタラクティブバッチモードで稼働しており、各端末のジョブを急に送る必要があったため、GE635 が他の端末のジョブを実行している間はゲームが長時間停止した。コンピュータの使用状況はコストシステムにより社内で把握されており、1回のプレイで50ドル75ドルのコストがかかっていた。 またゲコスではマルティックスのようにはスムーズに動作しなかった。さらにこのシステムはボタン入力をリアルタイムで検知できずコマンド入力方式で操作をしなければならなかったことから宇宙船のコントロールは難しかった。良い解決策を求めていたトンプソンは当時12万ドルの PDP-10 を OS の開発用として購入することをベル研究所に提案したが マルティックスから撤退したばかりのベル研究所は、OS の開発にこれ以上の予算を浪費することに、否定的であり、提案は却下された。しかしトンプソンは、隣の部署に古くてほとんど使われていなかったミニコンの PDP-7 を発見し、別の目的で使っても良いことを確認した。トンプソンがこのゲームを、新しいシステムに移植する作業を始めたとき、既存のコードを流用せず、 一から書き直すことにした。結果的に数学関数やグラフィック処理などのライブラリーから開発することになった。これらのサブシステムは当初はゲコスシステム上でアセンブリ言語によって記述されてアセンブルされ出力されたバイナリを紙テープに書き出して PDP-7 に読み込ませた。次にトンプソンはこの面倒な作業をやらなくても済むように pdp-7 で動作するアセンブラを開発した。新しいマシン上ではゲームの動きが非常に遅かったため少し作業を脱線させてマルティックスの開発経験があったデニス・リッチーやラッド・カナダのアイデアを部分的に拝借して独自のファイルシステムを開発しこの上でスペーストラベルを動かした。トンプソンは スペーストラベルを PDP-7 に移植する作業を終えると、マルティックスや GE635 ではできなかった進め方で、このソフトウェア意識を基本的ながらも完全な OS に仕上げた。彼が開発した OS は社内に広まり、1970年にユニックスと名付けられた OS のコアになった。スペーストラベルはビデオゲーム市場が立ち上がる前に、 初期のメインフレーム上で開発されたゲームの一つで、研究所の外に配布されることはなかった。そのため以降のビデオゲームに影響を与えることはなく、ただユニックス開発の出発点として歴史に名を残している。ありがとうございます。